はいどうもこんにちは、ハルバード共和国です。今日はですね、6月に発売のトミカの情報をね、見ていきたいと思います。まあまたね、後半にはプラレールのね、情報なんかもやっていきたいと思います。ではまずね、トミカなんですけれども、まずこちらですね、通常ラインナップである450円シリーズがですね、新型コロナウイルスの影響で発売が延期ということでね、まあこちらにも全然載ってません。はい、なんですけれども、まあ、意外とね、6月のラインナップとしては結構たくさんあるので、これからね、ちょっと見ていきたいと思います。まずはですね、ナンバー124番ということで、ロングトミカですね、京阪電車機関車トーマス号2020ということで、でまあ結構ね、最近では電車系のロングトミカは廃盤になってるなっていう印象があったので、まあ、電車系は結構もうこれからなくなっていくのかなっていう気がしていたんですけれども、まあ、なんだかんだでね、普通にラインナップされているようです。前回出ていた2015の、まあ、リニューアルバージョンということで、まあ、このようにね、ラッピングが変わっていたりというような特徴があるみたいです。でもね、相変わらず前回と一緒で、まあ、シールなのでね、値段がね、900円プラス税と、まあ、お高いので、まあさすがにね、シールはちょっと微妙かなという感じがしてますね。続いては目玉商品になります。トミカギフトセットですね。お魚いっぱい魚市場セットということで、まあ、なかなかね、熱い車種が入ったトミカギフトになってます。で、まあ商品自体はですね、まあ過去に出たものだと思いますね。これはロングトミカで、まあこれトミカギフトでね、出てたと思いますし、まあこれもね、見たことがありますけれども、過去にね、出ていたデザイン違いということで、まあどれもね、まあ中古だと高値でね、取引されてたりということもあるかと思いますので、まあ今回新しくね、登場ということで、個人的にもね、すごく嬉しいです。もういっそのことですね、トミカタウンのビルドシティなんかで、魚市場セットなんかをね、出してみてもいいんじゃないかなと思ったりもするんですけれどもね。まあビルドシティであればね、自分自身でそれっぽいものを作るということもできるんですけれども、個人的にはね、製品として出してもらえると嬉しいなぁなんて思ったりもします。発売のタイミングがですね、普通に多分トミカの発売日と一緒だと思います。で、価格は2000円プラス税となっております。続いてはトミカ50周年シリーズですね。トヨタ GR スープラトミカ50周年記念仕様デザインドバイトヨタということで、まあ、ちょっと前にね、シビックタイプ R が出たかと思うんですけれども、そちらの第2弾目ということになってます。で、デザインはこのような形で、まあ、シビックタイプ R の方はですね、よりかっこよさを意識していたような感じがするんですけれども、こちらはですね、トミカ50周年というのをより強調しているようなデザインになってます。発売の時期は6月のトミカの日だと思われます。そして値段は800円プラス税ということで、まあ少々お高めではあるんですけれども、まあ普段からね、700円プラス税でトイザラス限定のミニカーなんかがね、売ってたりするっていうのを考えると、まあそこまで割高な感じはしないかなという感じがします。まあ50周年というのはね、今年1回きりですので、多少ね、値段は高いんですけれども、まあ買っておいて損はないんじゃないかなというふうに思います。続いてはトミカプレミアムシリーズですね。で、ナンバーが35と36ですので、まあ、新しくね、車種が追加ということで、まあ、絶版のミニカーはなしということなので、まあ非常に嬉しいですね。で、まずは35番、アストンマーティン DB5 ということで、結構古い車ですよね。まあ、あまり見慣れない車ではあるんですけれども、まあ、少し調べたところ、映画のね、007にも登場した車ということのようです。まあ、なのでね、映画ファンにとっても魅力的なね、ミニカーになってるんじゃないかなというふうに思います。で、まあこうやってね、写真を見る限りでも、このホイールだったりグリルだったり、あとはね、ヘッドライトがクリアパーツといった感じで、まあ、細かい作りになってるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひね、そのあたりは買ってしっかりね、確認していきたいなというふうに思います。アクションはね、サスペンションとサイドは開閉ということで、申し分ない感じですね。値段は800円プラス税となっております。続いてはフェラーリですね。365GTS4 ということで、まあ、こちらもね、良さそうではあるんですけれども、なんとね、通常ラインナップが赤ではなく、発売記念仕様に赤が入ってくるということで、まあこのあたりはね、まあなかなか厳しいなという感じがするんですけれども、まあ、最近はですね、発売記念仕様だとか初回特別仕様なんかは結構入荷が多いような印象もあるので、まあ、おそらくね、発売日の開店と同時に行けば、まあ、難なく手に入るんじゃないかなと個人的には思ってるんですけれども、どうでしょうかね。で、ミニカー自体なんですけれども、こちらにね、クリアパーツが使われていたり、あとはリアも実はね、クリアパーツが使われているようなので、まあ、このあたりがね、ちょっと注目かなという感じがします。で、こちらもね、値段は800円プラス税となってます。
続いてはトミカプレミアム RS シリーズからランボルギーニミューラ P400S が登場するんですけれども、ちょっとびっくりしたのはですね、これトミカプレミアムで出てないですよね。確かプレミアムではイオタは出てたと思うんですけど、ミューラは出てなかったと思います。まあ、ちょっとねトミカプレミアムで、これまで出てないものが RS シリーズで登場ということで、まあ、これはね今後トミカプレミアムの方で出るのか、あるいはこっちで出したから出さないのか、そちらがちょっと気になるところではあるんですけれども、この写真のようにですねギミックがフロントカウルとリアカウルの開閉ということになってますし、このあたりをよく見るとスペアタイヤがねあったりということで、まあ、なかなか細かい作りになってるんじゃないかなと思います。で詳しくは紹介しないんですけれども、トミカ絆合体アースグランナーシリーズのラインナップもね続々増えている感じですね。でトミカその他ということで、こちらですねトミカ50周年ヒストリーセレクション1990年から99年、第3弾はマツダ RX7 のパトカーということになってます。でこちらもですねこれまでと同様に、まあ過去にラインナップがあったものの中から、登場してるんですけれども、他にもですねイベントモデルなんかでこのマツダ RX7 のパトカーが出てたかと思います。まあそういったあたりのミニカートもね、比べてみるというのもいいんじゃないかなと思います。でこちらはですね、今までと同じようにおもちゃ屋さんではなく本屋さんでねゲットできるミニカーになってますので、まあ、こちらの方でね、取扱店舗がありますので、まあ、そちらをねチェックしていただければと思います。で発売の時期はトミカの日と同じく6月20日となってるんですけれども、まあ店舗によってはですね入荷の時期が変わってくるということも考えられますので、まあ、欲しい方はね随時チェックした方がいいかと思います。でトミカの最後は販売店オリジナルトミカということで、トミカショップオリジナルトヨタ86消防指揮車ヨーロッパ仕様ということでね、もうすでにこれは6月6日に発売されております。で人気のね車種であるトヨタ86が、まあ、これまた珍しい消防指揮車となってね登場ということになってます。でカラーがですね、まあメタリックワインレッドのような感じで非常に上品な感じになっております。ちょっと調べたんですけれども、どうやらねポーランドの消防指揮車のようですね。でこちらがポーランド語でガードという意味があるようです。なかなかねマニアックな車を選択してきたなという感じがするんですけれども、ギミックはサスペンションと左右ドア開閉ということですね。で価格は700円プラス税となっております。まあ、まだね僕はこれ手に入れられてないんですけれども、いずれねゲットしたいと思います。で次はプラレールをねちょっと見ていきたいと思います。6月のねプラレールはかなり熱い感じになってます。でまずはこちらですね、僕も大好き楽しい列車シリーズノスタルジック東京ゼロ系新幹線ということで、白黒のねデザインで、白黒テレビから見たゼロ系新幹線をモチーフにした商品になってます。これまたねなかなかマニアックな商品になってるんですけれども、もしかしたらですね、子供というよりも大人向けの商品なのかもしれないですね。で付属品としてですね記念切符のようなものもついてくるということなので、まあ、やはりね大人であったり鉄道ファンをねターゲットにしたような商品なのかなというふうにも思います。で価格はね3000プラス税ということで、まあそこそこね高いなという感じですし、まあ、僕もね買うかどうかちょっと悩んでるところではありますね。続いては僕も大好き楽しい列車シリーズ、ありがとう東海道新幹線700系ということで、700系ね引退したと思うんですけれども、その引退特別仕様になっております。でまあ僕のね経験上やっぱりねこういう特別仕様は絶版が早いっていうイメージがありますので、まあ、これはね発売したらすぐに買った方がいいんじゃないかなと思います。で個人的にはですね、まあ、中古ではあるんですけどゼロ系のね引退仕様だとか、あとは300系の引退仕様も、ね、持ってるんですけれども、まあ、こちらもねぜひゲットしたいなというふうに思います。価格は2800円プラス税ですね。続いてはクルーズトレインデラックスシリーズからトワイルトエクスプレス水風ですね。以前四季島が登場したかと思うんですけれども、まあ、そちらに続いてのね商品展開となってます。値段はね5000プラス税と、まあ、ちょっとお高めではあるんですけれども、やっぱりねこういった長い編成の商品はね魅力的だなと思います。で、こちらのねライトが点灯するギミックがあるようですね、まあ、これもねぜひ欲しいなと思います。でこちらはねおまけなんですけれども、四季島もですね、まあ、以前登場しておそらく絶版になったかなと思うんですけれども、これは再販ということのようです。まあ、こういったね人気の商品で再販っていうのは嬉しいなというふうに思います。まあ、ただね僕はもう持ってるので、今回はね、まあ、特別な仕様の変更がない限りは買わないかなと思います。でその他はですね一両編成の商品が結構ね入れ替わりがあるようです。
まず動物運搬車ということで、アニアとね、コラボして遊べるような商品が登場するようです。でこちらはですね E7 系の中間車と入れ替えになります。で次はレール運搬車ということで、プラレールのねレールを乗っけることができるということで、こちらはドクターイエローの中間車と入れ替えになりますし、こちらクレーン操縦車ということで1両編成のね商品としてはちょっとねお高めの1300円ということで、それなりに、面白そうなギミックのある車両になってるんじゃないかなと思います。でこちらがね E5 系の新幹線の中間車と入れ替えになるということです。で最後のトミカ積載貨車なんですけれども、こちらはね単純にリニューアル版ということで、一つ前のねトミカ搭載貨車が廃盤になってしまうということになりますので、そちらもね、要チェックという形になってます。でここでですね一つ注意点なんですけれども、再生産中止のお詫びと訂正のお知らせということでね、プラレールライト付き500タイプエヴァというね、新幹線500系のエヴァンゲリオン仕様のプラレールが再生産されるはずだったんですけれども、それが中止になってしまったということで、で元々ですねさっきの新商品の欄にもねこれ載ってたと思うんですけれども、いつの間にかね、掲載されていなかったということで、再販されないということがね決定したようなので、欲しかったという方はですね結構残念な情報なんじゃないかなと思います。ということでね、追加情報をお知らせしました。それからもう一つ追加情報なんですけれども、先月ねお伝えしてなかったんですが、50分の1ではあるんですけれども3インチミニカのね、ガチャガチャの発売が先月実はありました。50分の1ミゼットコレクション色替えバージョンが、先月発売ということで、もうすでにね、店頭とかでは並んでるかと思います。で先月はですねトイズキャビンのツールコレクションなんかも発売されてるかと思いますので、そちらも含めてですね、欲しい方はお早めにガチャを回された方がいいかと思います。ということでね、これまで、トミカを中心に今月発売の商品の情報をねお伝えしてきました。で今月は新型コロナウイルスの影響でね発売されなかったりということもありまして、来月以降もね延期になったりとかっていうことがあるかと思いますので、ちょっとねそのあたりは残念ではあるんですけれども、逆に考えればですね絶版するトミカがないわけですから、そういう意味で、ポジティブに捉えることもできるのかなというふうに思います。ただですね一つ懸念材料があるとするなら、こちらに書かれているのが発売の設定が変更というふうに書かれているんですよね。普通に延期とかっていうんであれば、予定通りね開発した商品が順次ね遅れてでも出てくるということは考えられるんですけれども、下手するとね、中止という可能性もあるのかなというふうに考えると、もしそれがね本当にあったとしたらそれは残念なことだなというふうに思います。とりあえずね、延期でこれからね、全て発売されるということを期待したいなというふうに思います。それではね、今回は以上になります。チャンネル登録や高評価等々よろしくお願いします。ではまた。